坂東矢十郎は日本の歌舞伎役者。屋号は大和屋。縄文は三津王。嘉右衛門は花勝美。本名は本間敏夫。松竹エンタテイメント所属で俳優として映像作品にも出演している。兄は関西歌舞伎の脇役で活躍した二代目坂東吉也。長男は坂東信吾。坂東幸太郎の三男として東京に生まれる。 千代田区立高地町小学校を卒業後、行政中学校に入学。幼少の頃より、背が高く、サンマというニックネームもあった。また、学芸会など演劇に熱心であった。映画俳優に展示だ後、昭和37年に、歌舞伎俳優に戻った父は、おじの八代目、坂東光五郎、十四代目森高にいよいよに稽古をつけてもらっており、 テープ係として同行していたという。どうしても歌舞伎役者になりたいと望み、八代目三つ五郎一門に入門。昭和四十八年五月、歌舞伎座、やつ、道成寺の初刑関連号で、坂東矢十郎を名乗って、初舞台を踏んだ。しかし、昭和五十年一月に、三つ五郎が不具にあたって、不慮の死を遂げ、十四代目森高いよいよの門に、 映るが、二ヶ月後にはその間いよいよも休止。後ろ盾をなくす形となり、役がつかなくなったため、実家に戻って、父の下で、一般演劇にも出演していた。父は亡くなる前に三代目、市川猿之助にいよいよ、重郎を託し、門下に移ったという。昭和53年、五代力恋位館の男芸者、人情話分七元血の飛びの頭で、名大昇進。 以降は、猿之助一座で、立役、仇役、吹け役と幅広い役柄をこなし、平成10年に、真山聖歌賞奨励賞を受賞する。三代目猿之助演出のオペラ、コックドール等で、演出助手を務め、坂東玉三郎の、ゆうずるの演出も手掛けた。しかし、沢社屋の助手としてではなく、自らもっと海外でやってみたいとの思いが芽生えた、ことから一門を離れた。 その後、同世代の十八代目、中村勘三郎による、平成中村座に参加。平成15年には、中村座ニューヨーク公演、夏祭りな庭館、鳥居前、三夫内の三夫が公表を得ている。平成26年には、長男と自主公演、夜護の会を立ち上げ、平成28年には、フランス、スイス、スペインの三カ国をめぐるヨーロッパ公演も、 行っている。ありがとうございます。